10月28日夜9時になりました。今日の JON オンラインセミナー開始したいと思います。皆さんよろしくお願いします。本日のテーマは全日本エリートに挑んだベテランが語るということで、進めてまいります。はい、主にお話をしていただくのが、はい、入江隆選手です。現在51歳、もうすぐ52歳になるというところですけれども、今年の全日本ミドルでは、ミドル、全日本のミドルでは、M21 クラスで28位と。で、ミス率も7%ほどで、一番、解析上一番大きなミスでも30秒前後ということで、かなりまとめた走りをされています。中間走でかつ、手堅い走りをしている選手が、どのような走りをしているかと。いうことを確認すると、まあ、皆さんのヒントにしていただけるところもあるのかなと考えています。で、話を聞いていくのは、申し遅れました。今回、進行いたしますのは、私、松田俊之です。で、実際には私も、全日本、M21 クラスを走っていますので、そのコースについては一緒に話していったり、したいと思います。はい、で、今日は、先週のセミナーにもご参加いただいてたんですが、まあ、お忙しで、恐縮ですけれども、ミドルのコースを、全日本のミドルのコースを組んだ井筒さん、そしてロングのコースを組んだ小泉さんにも来ていただいてます。で、まずは改めてコース設定者の方にいろいろ聞きます。コースの狙いですとか、選手たちに期待したこと、特に、エリートのトップ層に期待したことをお話しいただこうと思います。で、その後、入江選手がどんな走りをしたかという話を聞きまして、で、まあ、そういう話の中にきっとベテランならではの苦労ですとか、工夫している点が出てくると思いますので、このあたりは、このあたりも多くの世代の方、特にベテランの方には参考にしていただける話が出てくるのではないかと。で、引き出すようにこちらも頑張っていきたいと思います。まあ、また、今後の目標なども教えていただくということですが、はい。まずは先ほどお話ししたように、コース設定者の方に、聞きたいと思います。事前にいろいろちょっとお話を聞いたりもしたんですが、まず、ちょっと大きなところで、ご自身にとって、全日本大会のコースを組むということは、どのような意味があることであったか、あるいは、自分の競技生活の中で、競技、オリエンテーション関係者生活の中で、どのような、節目になったかというようなことも教えていただければと思います。井筒さんよろしいですか？あ、はい。あ、井大筒丈夫さん。です。あ、はいはい。まず私、井筒さんとも、活動拠点が近いので、もう何年も前からよく会って話していたんですが、まあ、井筒さんは、もうオリエンテーションを始めた頃から、全日本、大会の優勝経験者に囲まれて育ったような、感じがあると思うんですよね。まあそうした背景などもありながらあって、今回のコースを組むことになったわけですが、はい、先ほどお願いしたようなことを教えていただければと思います。まあ、はい、まあ、全日本のそのコースを組むことに関しては、やっぱ自分の、6年間ぐらいのオリエンテーリング生活のなんか言ってしまえば集大成みたいなものだなと感じてまして、まあ、別にそんなに競技は、まあ、めちゃくちゃ早いわけではないんですけれども、まあ、結構そのコースを、いろんな大会のコースを見て、あ、こういうとこいいなとかは結構日々、自分の中でまとめていて、まあ、今回はなんかそう、そのまとめたものを、なんだろうな、まあ、活かしたいなとは結構思ってまして、で、その、まあ、普段よく喋ってる、そのトップ層の選手たちの、まあ、その日本一を決める大会含めて、まあ、純粋に嬉しかったな、みたいな感想を持ってます。すみません、ちょっとうまくまとめきれてないです、この辺は。ああ、いえいえ、まあ、十分、思いが伝わってきたんですが、まあ、まず全日本のコース設定者ってどのように決まるんだという素朴な疑問を持った方が多いと思うんですけども、伊豆さんの場合、立候補されたんですか？あ、勝浦の全日本の一週間前ぐらいに、全日本委員会の方から、コース組まないみたいなことを、
なんか打診されたというか、そんな感じでしたね。おお、では、これまでに伊豆さんが別の大会とか練習会で組んでいったコースが評価されているということですかね。ああ、そうらしいですね。ちょっとあまり詳しくないんですけど。はい。まあ、私も伊豆さんの組んだコース何度も走らせてもらってるんですが、いいコースですし、今回その全日本のコースを組むと聞いて、楽しみにしていたうちの一人です。はい。じゃあ、同じ質問をまず、小泉さんにもしまして、その後、個々のコースについてもう少し突っ込んだ話をしていきたいと思います。はい。では、小泉さんご自身が全日本優勝した経験があり、これからも全日本、選手権を走る可能性がある選手の一人です。そうした中で全日本大会のコースを組むということはどのような節目になりますか？はい。勝浦の大会が終わった後に紹介していただいた時にも述べた話なんですが、昨年度で25年、オリエンテリング始めて25年の節目で、これまでいろいろと、全日本ももちろん、日本で行われた国際大会をはじめ、とても良い舞台を経験させてもらったので、何よりもやっぱりその皆さんへの恩返しという気持ちで、コースを組むことを受けたというのが一番大きな気持ちというか思いでした。そうですね。恩返しというのは、長くやってくると、持ち始める感情ですけども、それを今回ということですね。もちろん静岡県内で行われてきた全日本大会は、小泉さん運営にも関わっていますし、全日本ミドル、接骨寺、今何て言うんでしたっけ？あそこの、板小板屋小に、屋ね、はい。あそこでの全日本ミドルにも関わってますしね。恩返しはもう十分されてきていると思うんですが、はい。では、ここでもう一回コースを見てみますと、ミドルの M21E がこのようなコース。ロングの M21E がこのようなコースと。両方ともなんとも威厳に満ち満ちたコースであったんですが、はい。では、再び伊豆さんに、やはり難しく組みたいということが、お話の中に、事前のアンケート的なものをしたときにありました。で、実際に難しいという、ような、結果になったわけですけれども、割と上位者でもミスをしているというようなことですね。実際の優勝タイム、M21 が38分台、W21 が37分台でした。プログラム上の、記載された、35分でしたよね。を超えるタイムでした。はい、このあたりコースの難しさ、あと実際の優勝タイムへの、評価、こちらを聞かせていただけますか？まずコースの難易度に関してでいいですかね。はい、どうぞ。そうですね。やっぱりミドルということで、複雑なところを早く集中して走るような、コースがいい、補強では組めるなと思っていて、やっぱりその、ポスト1では、あ、ポスト1は、いっぱい、あ、あ、読どうめ、ぞ。はい、いいですか。ポスト1はその難易度が高いような位置で、近くにいわゆるアタックポイントがない、現在地を把握しづらいような中できちっとポストにたどり着くように、きちっとポストにたどり着けるようことを、問うようなコースとなっていて、あとは、ルートチョイスは、結構多めに入れたいなとは思っていました。ルートチで、ョイスね。はい。はい。はい。で、実際の選手たちの走りを見ていかがでしたか？そうですね。一番印象が深いのが、67M21 だと。はい。コースって見る、あの、ああ、失今礼しました。日、今日、そっちにした方がいいですよね。はい。あ、そうですね。6767。はい、こちらの67ですね。一番なんか自分の中で印象に残ってるレクが67で、その入賞した選手だと、確か結城選手以外全員ミスしてたのかな？結構。あ、ちょっと覚えてないんですけど、その入はい。賞者でよもくすミスごしてましくたそのね。北に流されてったのが印象深くて、このコース、実は、前半と後半でそのナビゲーションの、種類が結構変わるような気がしてて、
前半はその、まあ、5つ目の斜面があるので、その高さを意識するような、まあ、コースになってて、まあ、後半はちょっと方向性を意識したナビゲーションが大事かなと思っているんですけれども、その切り替わるポイントが6、7なんですよね。で、そこで、その高さっていう意識を方向っていう意識に、まあ、なんか上位層でもちょっと切り替えられなかったところが、ちょっと意外だったなっていう感じでした。はい、そうですね。ここは、多くの選手がミスしていました。まあ、私もミスしたんですが、入江選手がしのいでいたようですので、そのあたりも後で聞きたいと思います。はい、ありがとうございました。では、再び小泉さんの方にも戻りまして、まあ、やはり先ほどの話もあったんですが、全日本優勝経験者、かつ国際大会でも、非常にシビアな場所で戦ってこられた。ということで、上位者への要求を、いろいろなことをしたいという、コメントがアンケートではあったんですが、まあ、特にその中でもメンタル面を強調されてた印象でした。まあ、ここは改めて皆さんに教えていただけますでしょうか。はい。まあ、なんだろうな。まあ、どんなコンセプトで組んだかと言われたら、まあ、ロングディスタンスのコースを組むという、まあ、答えとしてはあんまり面白くない、答えになるんですけれども、まあ、全世代的にルートチョイスを含むナビゲーションができるというところ、あとはもう当然体力面を問うという例で、コースにするというところに加えて、まあ、先ほどもありましたが、メンタルを問う課題を、課すような、コースにできればなとは思っていました。で、まあ、一つは集中力を維持するという意味での、メンタル、それから大舞台で、まあ、全日本という大舞台で、決断をするということへの課題。あとは、まあ、ライバルとの競り合いの中でどういう判断、あるいはそのライバルっていうのは目の前にいるライバルもそうですが、例えば会場を通った時に、まあ、2GE のインタビューとかリフレクションなんかでもありましたけれども、その会場周辺でいろいろな情報がこう聞こえてくる中で、焦らずにやる、あるいは逆にプッシュするといったような判断ができるかとか、そういったような局面で、まあ、いろいろと判断をこう選手に課すような、コースにできればなというところで組んでいったというのがあります。はい、そうですね。先ほど、まあ、伊豆さんからミドルらしく、小泉さんからロングらしくというような、コメントがあったんですが、まあ、このように競技、種目によって、要求するものというのは、まあ、決まっているというか、ガイドがあるわけですね。まあ、この表は、何度見ても、いい表ですので、皆さん、お手元に置いておいて、見ていただきたいんですが、まあ、先ほど言ったようなことが、まあ、なるほどというところではあります。そうですね。まだ喋っていいんですか？はい、どうぞ。はい。そうですね。で、まあ、ライブロックスなんかを見てると、まあ、ちょっとルートが少ししか入ってないのもあるので、絶対とは言えないんですが、まあ、5ルート以上上がっているコースを見ると、まあ、どの年代に対しても、こう、ルートチョイスが分かれているレッグが、それなりにあって、それ長いレッグはもちろんのこと、短めのレッグの中にもルートチョイスが暴かれているところがあったので、まあ、そういった意味では技術を問うというかな、ロングディスタンスでの特に醍醐味であるルートチョイスを問うというところでは特に、まあ、自分の思いを表現できたかなと、実現できたかなという達成感は少しあります。はい。あとはまあ体力的な意味では、まあ、特に 2E コース、あるいは M20E コースなんかは終盤とても最後登らされるといったところで、選手の皆さん大変だったと思うんですが、でもまあそこもしっかりと乗り越えて、いいタイムを出してくれた選手が多かったので、そういう意味ではすごく今後にも期待ができて、嬉しいなと思ったところですね。で、まあ、はい。最後にその自分が重視していたメンタルの部分に関しては、まあ、ちょっと正直どのぐらいできたのかなっていうのはわかんないんですが、まあ、ルートチョイスを問うという意味では、まあ、その半分ぐらいは達成できてるのかなと思いますし、まあ、そのルートの解析を見る感じだと、例えば一番、まあ、また後で出てくると思うんですが、21の12あたりなんかでは、
結構慎重にいってる選手が多かったり、あるいは最後の21、21、22のような長いコンタリングをするか直進するかといったところでは、選手それぞれの思いでこう判断が分かれたのかなと、先週のリフレクションなんかを聞いていても思ったので、まあそういう意味では、まあそれなりに自分のやりたいコース、組みたいコースは組めてたのかなという思いはあります。そうですね。まあ、ルートは考えさせられましたし、出場者としてもそれは間違いないところでした。ありがとうございます。はい。あ、ではこの優勝タイムが、まあ、90分以内をちゃんと出してきたと。その点に関してはいかがですか？まあ、よく組むときに、まあ、90分は本当によくできたら、切るだろうけども、まあ、多少91、2分、93、4分になるのは仕方ないんじゃないかと。まあそういう考えでコースを、まあ、リリースするということもあるとは思うんですけども、今回はいかがでしたか？そうですね。まあ、切るかな。まあ、最後の方、なんて言えばいいのかな。まあ、ちょっといろいろと裏話もあるからあれなんです。まあ、正直に言うと、最初の設定だともっと短いコースでもいいんじゃないかというところだったんです。なんで、最初に組んで、最後、3回目の試走で出したコースまでは、あと500メートルぐらい短かったんです、どのコースも。ですが、で、まあ、試走なので、まあ、夏の試走だったってこともあって、試走者は誰もウィニングタイム、近寄ることもできず、2時間以上かかっていて、ちょっと何とも予測ができない部分もあったんですが、まあ僕も部分的に走った感じで、結構、まあなんで僕のインタビューにも書きましたけど、望郷ってすごく走りづらいという印象があったんですが、意外と走れるなという感覚があったので、これじゃ多分ウィニングは切ってくるだろうと思って、500メートルぐらいちょっと付け足したんですね。2W も M も、21はどっちもですね。で、まあ、これなら、まあ、90分切られることはないだろうと思っていたら、まあ、ほぼ、90分、あるいはそれを切ってくるというタイムを出してくれたので、そういう意味では、まあ、なんていうか、すごいなと、まあ、正直に思うところですかね。はだい。から、はい。ありがとうございます。まあ、やはり素晴らしい、いい走りでしたよね、上位の選手の走りは。そうですね、はい。はい。ちなみに500メートル付け足された部分ってどこですか？まあ、少しずつ手を入れながら結果的にということもあるかもしれませんけれども。まあなんか細かな話になっちゃうかもしれないんですが、M21 でいうと8、9、本当は7から10ぐらいにコースを最初組んでたんですが、8、9に伸ばしてから90を長いレッグに変えるといったところで少し付け足しましたね。ただまあ、これ正直に思うと、10をもうちょっと西にしたら、ルートチョイスもっと分かれたなと思って、まあちょっと付け足してしまったせいで、少しここは面白みが欠けてしまったなと、正直今思っているところではあるんですが。もうちょっと西にすればということですね。10号ですね、はい。はい。そうなると、この道を使う、10の西100メートルぐらいにある、道が使えるようになってくるってことでしょうか？そうですね。まあまあ、その話はまあ、どうでも、何でもいいんですけど、まあ、そう、今のルート、今のレクだと、ほとんどの選手は9号所からまっすぐオープン目指して、10の下から、北からアタックするようなルートに集約されてしまったんですけれども、まあ、10をもっと9号所の真南ぐらいに、同じ高さで置いてみれば、もうちょっとこう、ルートが分かれたかなという気がしているので。まあちょっとそこは改善の余地があったなと終わってから思ったところですね。まあ、さらっと聞きましたが、7から10ってかなり凶悪なレッグですね、これ。ほぼ直答。そうです。まあまあ、そのままじゃなかったんですけどね。今の10ではなかったんですけど、今の7でもなかったけど。わかりました。まあ、その辺細かい、修正はあったでしょうけれども、ああ、このあたりが伸びたのかと。まあ、なかなか興味深いお話でした。まあ、とにかく、ロングで新規だったエリアがかなり高いんですよね、高度にして。これ、会場付近に、この青い線が引いてあるんですが、これ一本の計曲線、等高線を追ってまして、で、100メーターごとに同じ色で、等高線を強調してます。
高度が100メーター上がる、200メーター上がる、300メーター上がると。地図の端は、南東の端は300メーター海上より高いんですけれども、M21 の、このレッグだとかなり高い、そこに近い位置に行ってますね。私はい。11、12も高い方回りしたんですけれども、もうかなり、海上からこれって300メーター近く高かったのかと、今、確認すると感慨深いですね。そうですね。はい。高いですはい。よね、そのあたり。もう雰囲気が高原の雰囲気ですもんね、この辺り。そうですこっね。ちはそう。佐渡、まあ、そういう意味海では上こっ望ちは郷の佐渡です森っけど。てエリアによって結構こう様相が変わるというか、様子が変わってくるので、まあ、そういう魅力のあるテレインだなと思いますし、それを目いっぱい使わせてもらえたことにはすごくありがたく感謝してます。はい、ありがとうございます。あ、じゃあ、こういう話すると、どんどん長くなっていっちゃうので、まあ、本日の主役の入江さんが、入江さんも実は2年前の富士天神山での全日本のコースを、ロングのコースを組んでおられます。今のお話、お二人の話聞いていかがでしたか？全日本のコースを組むということについて。あ、ミュートになってますよ。あ、すいません。聞こえますか？はい、聞こえます。あ、はい、入江です。私も、2年前ですね、全日本のコースは、ロングの方、組まさせてもらって、そうですね、競技者として、やっぱ、前の年に結構悔しい思いをして、次の年も、頑張るかどうかっていうところに、まあ、私の場合は佐保さんから声かけてもらって、それでも最高の地図とテレイン用意してもらえるってことで、もう断る選択肢はなかったですね。で、せっかくの機会なので、まあ、ロングに、なるべくふさわしいコース提供したいと思って組まさせてもらいました。はい。今、共有画面が最近の全日本のコースプロフィールを示す画面になってますでしょうか？はい、なってます。はい。なってますね。はい、この、山梨県のローンが、入江さんが組んだコースですね。で、今年、この岐阜県が、小泉さんが組んだコースですが、まあ、たまたまということは決してないかもしれませんけど、まあ、伊藤選手が勝ってますよね、両方。富士天神山もちょっと歴史があったりして、歴史のしのぎ方が重要になってくる、ところでしたか。まあ、望郷の森の話をする、セミナーなんですけど、ちょっとそのあたりも、歴史に関してはいかがでしたか。どのぐらい使おうかとかっていうのは迷いちょっまと、すよね。そうですね。最初はちょっと、せっかくああいう特殊なところなんで、まあ、なるべく入ってもらいたいっていうのはあったんですけど、やっぱりちょっとスピードが、出ないと、やっぱそういうスピードコントロールですとか、その中で、正確にナビゲーションっていうところがなかなか発揮できなくなってしまうので、私の場合は、そのタフさも、要求すると同時に、過度にあまりこう、ちょっと上りとか、歴史とかを入れすぎちゃうと、なかなかその、スピード面で、なかなか、ウィニングが出なくなっちゃうのと、まあ、ちょっとオリエンテリング自体が、違うくなってしまうので、そのバランス考えて、歴史はちょっと少なめで、上りも、スタート上からで、なるべく、こう、スピードが出るようなところを保ちながら組んだ感じですね。はい。で、選手のパフォーマンスはいかがでしたか？当日ご覧になって。あ、やっぱりあの時も、そうですね、試走の時は、全然、本当みんな苦労して、ちょっと心配だったんですけども、ウィニング。やっぱり見事だったと思います。走られた方は。そうですね。あ、今この表にはキロ当たりタイムなども載せてるんですけれども、伊藤選手は、17分ちょっとで走ってますね。はい、じゃあまあ、このお話は一旦、また、
時間があったら、ちょっとさっきの今日なんか興味深いんで、もう一回見るかもしれませんけれども。はい、では、入江選手のミドルの話をやはり聞いていきたいと思います。先ほど紹介したように、まあ、中堅層の中で頑張っているタイム、かつミスが少ないということで、このコースですけれども、まあ、入江選手じゃなくて、私のルートで恐縮ですが、私このようなルートでした。まあ、ちょっと、足の調子が良くなかったんで、ルートの割に対、ルートのから受ける印象以上にタイムも悪いんですけれども、まあ、少しずつ、分単位のミスなどもあります。そうした中、まあ、やはり難しいと感じました。このコースは。はい、そんな中、入江選手はすごくミスを抑えたんですけれども、どうでしょう。ちょっとピンチだったところは、ここがピンチだった。で、それをこうしのいだというようなところがありましたら教えていただけますか。そうですね。全体としては、なるべく現在地を把握し続けながらミスを抑えようっていうふうに臨んで、全体的にはうまくいったんですけど、まあ、一箇所、ちょっとかなり運にも助けられたところはありまして、そこを10、まあ、13、14ですね。14が、結果的にはまっすぐ入って、で14取れたんですけど、ちょっと途中の歴地切ってるとこあたりで、ちょっとかなり自信がなくなってきまして、で、ちょっと周りの地形と、まあ方向は維持してたんですけど、ちょっと地形と地図が完全に本当にいいのかなっていうのをちょっと対応ができないまま、ちょっと自信をないまま、方向だけ維持してたら、まあ、14に当たってラッキーっていうところがりました。その他は、まあ、うまくコントロールできたと思います。ああ、でもまあ、ちゃんと当たるってことは手続きをしていたからこそであって、かなり、注意深く、直進をしていたからこそだと思うんですけれども、改めてルートを教えていただけますか？この13、14の。ちょっと私のルートの書いてないみたいで。この、今出てた赤いルートがどなたかのルートですかね。あ、私ですね。あ、あ、そもうれ。一回それ見ますか？それじゃええ。あ。はい。ルート的には、ほぼ、そうですね。アタックのあたりは、その13、14赤いとこと同じで、もうちょっとレック線の方、最初のレック地を切るときに、レック線と今の赤い線の中間ぐらいを通った感じですね。ただ、あプランでは赤いルートで行こうと言ってるつもりで、あ。途中の、不明瞭な道も乗れればいいなぐらいに、ちょっと曖昧なプランだったので、ちょっと歴史を切ってる時間というか距離が、ちょっと予想以上に長すぎて、ちょっとどっちかにずれちゃったのかっていうところで不安になっちゃったって感じです。はい。この B と、直線で言うと B と A の境ぐらいにいたんでしょうかね。そうですね。結果的にはそうだったみたいですね。ああ、ただその辺にいるっていう自信は持てなかった。そうなんですよね。そこでちょっとキョロキョロしても、あまりこう、地形的な特徴を捉えられなかったので、そこで、ちょっと不安になったら今日は止まろうってずっと思ってたんですけど、そのちょっと止まっても、ちょっと時間使っちゃうだけかなと思って方向を維持してそのまま走っちゃったっていうところが、まあ、裏目に出なくて、よかったなっていうところがラッキーでしたね。はい。ちょっとまあ、反省点です。ああ、いえいえ。まあ、読んでもわからないところは、そうやって曖昧さを乗り越える勇気を持って、進んでいくっていうことも要求されるのがオリエンテーリングですから、いいナビゲーションをされてたと思います。で、ここに書いてあるんですが、序盤1、3、5で30秒程度の解析上は、ロスになっています。序盤は慎重に入ったんですか？そうですね、序盤は1はちょっと下にエイミングオフしたんですけど、まあ、慎重に行ったので、ほぼコンタ気味に行ったので、かなり下に出ちゃってたので、その最後の上りの部分がミスになっちゃってますね。
はい。松田さん、入江さんのルート出せるんですけど、共有あ、もどうらっていいですぞ。はい、か？じゃあどうぞ。共有を、権限を渡せばいいんですね。お電話。こういう、あ、どうぞどうぞ。あ、できるんですね。はい、お願いします。あ、ありがとうごあ、ありがとうございます。ざいます。これライブロックスの。はい、そうです。はいはい、ありがとうございます。あ、なるほど。あ1番がちょっと下に出て、まあ、下に出ようとは思ったんですけど、ちょっと上りがやっぱり人に比べてかなり遅いので、そこがミスになっちゃってますあ。ね。ね。まあ、動きの遅さで、ロスタイムされちゃってるってことですね。実感すそうるですミスね。よりは。はい。はい。で、2、3も上りがどうしてもミスタイムになっちゃうんですよはいね。はいはい、はい。はい。なので、それがミスタイムとして、上りが遅い分ついちゃってますね。そうですね。あくまでラップ解析の、解析の仕方だと、相対的にちょっと苦手なところとかが、まあ自分では、まあしのいだつもりでも、ちょっと動きが緩慢になったり、あと体力的な要因で遅くなったりするとロストしてついてくると。まあただ、まあエリート選手であれば、まあその辺も走るべきところで走らないというミスをしているというぐらいのことを、解析で言われているぐらいのつもりで、まあ改善を図りたいところではあるんですが、まあこの年になってくると、まあなかなかそれも難しいところではあります。ただまあ入江選手、この急斜面もすごくしっかりと、走り抜けてますよね。どこら辺になりますかね。あ、いや、前半ですね。先ほど伊豆さんの話にあって切り替わる前の6番以前のエリアですね。はい。まあ、もともとミドルが、まあ、ミドルとロング2本走らなきゃいけないってところで、まあ、きついというか、まあね、トップ選手はトップ選手で本当に追い込むんで、ついでしょうけど、やっぱ我々もちょっとミドルロングでやっぱり2日間っていうのはかなりきついので、で、ミドルだとやっぱどうしてもスピード勝負になっちゃうので、ちょっと上位は難しいかなっていうのは、ありました。で、またロングの方がトレーニングでなんとかなる部分があるので、まあ上位狙えるんだったらロングかなっていうところで、な、ミドルに関しては、もう早く走るっていうよりかは、まあ、難しい森っていうのもあって、まあ、ミスなく、まあ、結構まあ、ね、ミドルで、やっぱり入賞、全日本の舞台なので、入賞、優勝を狙って、まあ、リスクを取る選手も多いでしょうから、まあ、その中で、慎重な走りを、すれば結果として順位としてはいいのかなぐらいの考えだったので、まあ、そういう走りをしたってだけですね。ああ、ただまあそこは、ベテランらしい、長期的な戦略ですよね。ランキング戦ですので、しっかりいいポイントを取る、いい順位を取るっていうのも大事ですからね。なので、まあ、全日本のエリート走れる人が最初からこういう走りをしようと思えば、みんな、多分できるような走りだったと思います。そういう走りをただしたっていうだけだと思います。そうですね。まあ先ほどの小泉さんの話もありますけど、上位狙うとなったら、攻め合わなきゃいけないということで。まあ、それでリスクも背負ってますから、大きなミスに結びついたりすると。それはあって、まあ、ベテランの、らしさを発揮して安定したナビゲーションを続けていれば、順位としてはまとまると。タイムとしても順位としてもまとまるということが、今のお話からもわかりますね。で、急斜面が苦手な一方で、入江選手、すごく、緩斜面、平坦地が速いと。まあ、それは札幌 OLC 大会のミドルで、M21 の3位になっている、表彰対象になっているということからも伺えるんですけれども、その平らな部分の直進の精度というのは、自信がやはりあるわけですか？そうですね。平らの方がまあ走りやすいっていうのはあります。やっぱり、上りがどうしても最近はもう遅くなっちゃうので、で、直進はまあ、平らのところの直進っていうのが一番簡単だと思うので、はい。まあ、平らの方が、斜面とかに流されず 直進は当てやすいかなって。ああ。はい。
ですまあね。理屈の上ではそうだなとは思うんですけど、なかなか難しいですよね。途中のチェックがなかなかできないということだと思いますね。等高線が乏しいところだと。そうですね。なので、まあ、私、最近のね、オリエンティアのは、あまり細く使わないかもしれないですけど、平らなところの直進は、まあ、細くと併用して、まあ、行き過ぎないようにとか、そろそろキョロキョロしなきゃなっていうのは、意識するようにはしてました。あ、じゃあ距離は相当意識して、で、補足も使っているということですね。そうですね。急斜面では補足しないんですか？急斜面でも、コンタリングするときとかは、補足も併用して、尾根を数えるときに、一応その歩数が来たら、この沢を越えたな、この尾根を越えたなっていうのは、併用したり、明らかに分かりやすいとこに向かうときとかは、補足しないで行っちゃったりしますね。ああ、先ほどのルート見せていただいても、5、6をうまく走った印象だったんですけど、5、6はどのような考え方で進んでいったんでしょうか。5、6はですね、まあ、ちょっと上にあるので、まあ、高さを維持して、6の北側の、6の真下のあ、お大願いします。きい、小泉さん。はい、はい、下の方から言ってますね。そうですね、高さを維持して、大きい沢に入れば、で、その大きい沢に入る前の尾根の傾斜変換のところで位置を確定できるので、そこからアタックでちょっと上目に、沢の奥の上の方にっていう感じでしたね。まあ、この通り過ぎているところ、尾根上の計算変換をもう地図から読み取ってるわけですね。そうですね、この緩いところと、ちょっと急なところと、こういうところは多分皆さん、事前の対策で、どういうところに傾斜変換があるかっていうのは、皆さん、よく多分研究したのかなと思います。やはりそういうことですね。今、研究の話が出ましたが、望郷の森の研究は、どの程度、どのように行ったんでしょうかね。そうですね、やっぱりコンタリング中にどこをチェックできるかみたいなのは、ちょっと見て、傾斜の変わり目ですとか、なんですかね、沢のこう終わりの部分とか、尾根が終わる部分とかで、どういう部分でチェックしたり、位置を確定できるかっていうのを、いくつか拾ったりして、ましたね。そうですね。やはりもう使えそうな傾斜変換線、傾斜変換点は、事前に見ておきますよね。先ほど時間前に少し話したときに、クラブを上げて、その研究なり、対策、予想なりをされてたという話もあったんですけど、そのあたりを教えてもらっていいですか？あ、そうですね。先ほどの今、私、オリエンテリング算数士に所属してまして、で、クラブで、ちょっと対策ってことじゃないんですけど、まあ、ちょっと予想コースを組んで、ミドルとロングで組んで、で、ロングはちょっと組んでみたら、上り数えたらなんか500ぐらいしかなくて、結構タフめに組んだつもりが500ぐらいしかなくて、クラブの中で、こう、もっと登んなきゃだ、もっと登るでしょうっていう、指摘というか教えてくださって、で、あれでしたっけね、プログラムにテレインの標高が450から800って書いてましたっけ、なんかね。で、そのテレインプロフィールで450から800ってことは、上に伸びるはずな、上に拡大されるはずだろうと。それで、今回ロングの、拡大する部分を、まあ、クラブの中で予想してくれた方がいまして、なので、まあ、タフなコースになるだな、なるんだなぐらいの覚悟をするぐらいしかできなかったですけども、はい、そういう予想はしてましたね。そうですね。やはりその高さですとか、そのあたりは見てますよね。先ほどこの新しい方の地図で、見てみたんですけれども、会場からの高さの差。まあ、これ計曲線ごとに強調すると、まあ少しずつ色を変えてるんですが、休日の範囲だとこうなってます。200メートル。最上位200メートルほど高い。
ラインが、まあ、その地図のはずだったんですけれども、さらに100メートル分帯が付け足された感じでしたね。タフでした。はい、じゃあ、まあ、ミドルのお話も聞いたんですけども、ロングの方は少し、振るわなかったということで、ちょっとまあ、あっさりと、にしますけれども。まあ、これ自分の走りよりトップの走りを見ての、感想ですね。そこを教えていただけますか、リデさん。トップの走りはちょっと、あれですね、想像を超えてますね、もう速さが。ちょっとあれですよね。だ自分が若い頃に走ったらどんくらい行けたかっていうのはわからないですけど、ちょっとあのコースを88分で走るっていうのは信じがたいですね。はい。ちょっとすごいと思います。すごいですね。いや、そこは私も同感です。88分ですかというところですよね。はい。で、ちょっと、でもそんなお話があったんですが、理恵さんは実は全日本を最近といえば最近入賞されてるんですよね。私と比べればはるかに最近です。2019年の10月に、滋賀で行われた全日本コースはこちらでした。まあ、ここも難易度が高かったです。で、この低速テレインでして、まあ、足場がとにかく、悪いと。常に何かを踏みながら走っているような、テレインで、まっすぐ進むの難しかったりしたんですけれども、ここで見事に、入賞を果たしておられます。で、46歳での初入賞というのは、まあ、なかなか破られない記録ではないかと思うんですけどね。はい。ちなみに、その最初の出場は1999年3月、大学4年の時で、これ私と同じタイミングですね。そうですね。それ1回だけしか私出なかったですね。故障さして、その後なかなかっていうところですよですね、ね。95年にちょっと大きい故障やっちゃって、2年間は全く走らずで、その後、まあ頑張ったんだけど、全日本にはエリートには届かなかったので、その1回しか出てなかったですね。じゃあその2回目復帰したのはいつですか？復帰したのが日光でやったのは何年でしたっけ？あ、同 2000… じ年の4月ですね。年度は違う扱いですけど。同じ年でしたかね。そうか。そうですね。2018年度の扱いで、その4月に日光で全日本やっているかと思うんですが。じゃあ、この復帰2回目で入賞、通算3回目での入賞ですね。そうですか。はい、ただそこはモチベーションがすごいなというところで、まあ本気で入賞を狙いに来たということだと思うんですけれども、まあ言ってみれば諦めかけた。全日本入賞というのは諦めかけた時代もあると思うんですが、その辺のモチベーションの変化ですとか、それを高めるための秘訣、教えていただけますか？そうですね。まあ、ちょっと入賞を不可能じゃない可能性はゼロではないかなと思ってましたけど、まあ、狙ってっていう感じではなかったですね。その時はもう、結構、トップ選手も速いし、まあ、ちょっとテラインも低速テラインっていうのは、ちょっと味方したのかなっていうのと、あと、まあ、ミドルが中心になって、ロングで一発です。みんなここ初めて走ったので、そこでまあ、なんとか、5年前だから体力的にもちょうどピーク、一回私ブランクがあるので、学生の時に体力的なピークがあって、一回もう本当にどん底まで行って、その後2回目のピーク、体力的なピークがちょうどこの時だったと思うんですけど、まあ、それもラッキーでっていう感じでしたけど、やっぱりモチベーションとしては、全日本大会も1回しか、現役の時、現役っていうか、まあ今も現役かっちゃ元気ですけど、出れなかったので、本当にちょっとやり残したことがあるっていう思いは、強いですね。なので、そこは、まあ全日本31回も連続で出場されて、3回勝ってる松田さん、にはね、ちょっとなかなか分かんないかもしれないですけれども、やっぱりその全日本で勝てなかったっていうのは、
ずっと全日本で勝ちたいっていう目標には学生してたんで、それがもうできなくて、で、やっぱり40、復帰して45歳だと、そこからちょっと全日本優勝っていうのは、なんかきついので、まあ、でも、やっぱりちょっとやり残したのを、なんとか結果として残したいっていうのは、モチベーションとしてあったのかなと思います。はい。まあ、とはいえ、まあ、目標の方の話は離れましたが、まあ、全日本としか言ってないので、全日本で話を続けてます、いきますが、これも序盤から難しいですよね。読みませんでしたか？そうですね、序盤から難しかったですね、これ、小泉さんが勝ったときですよね、そうこです、そうです。れ。はい。はい。で、このときは、これ1万5000分の1で、今見ると、もう全然見えないんですけど、このときは、全然、大丈夫だったんですよね、1万5000分の1で。で、なので、よく多分見れてたんじゃないかなと思います。じゃあ、もうこの5年でだいぶ変わったことは自覚されているということでもあるわけですね。あ、そうですね。もともと視力は良くて、ずっと2.0で、まあ今も1.0ぐらいはあるんですけど、ここ最、えっと、前回エリート走った3年前は、ブランシュか。あの時も全然気にならなかったんですよね。1万5000で。コースあります。そうですね。この時もロングちょっとボロボロでしたけど、その時は見えてて、で、去年の勝浦は全然、21A ですけど、1万5000分の1でも全然見えなくなっちゃって、ここを本当に、1、2年で、だいぶちょっとロングは厳しくなっちゃいましたね。ありがとうございます。今、視力の話なんかも出たんで、そこも興味深いんですけれども、もう定員退職の話や、もしていただきました。で、一つ興味深かったのが、やはり故障でブランクがあったとはいえ、一度体力的に上り調子になったというところですよね。それも40過ぎてからなんですけれども、トレーニングで心がけていたことですとか、あるいはおすすめのトレーニングがあったら、教えていただけますか？そうですね、トレーニングもまた、まあ、いろいろ本当試行錯誤というか、自分にとってこれがベストっていうサイクルがちょっとまだ見つけられてないんですけど、まあ、ちょっとやっぱ年齢によって変わってくると思うんで、それに合わせていかなきゃいけないと思うんですけど、まあ、考えてたのはやっぱり一番は故障しないってところですよね。で、本当に学生の、時の故障が、本当に2年間ずっと走れずに、もう走らなくても、普段生活しててもずっと24時間膝が痛いみたいなのが2年間続いて、あれはもう、ああいう思いだけはしたくないっていうのがあって、で、まあちょっとかなり臆病になんですけど、なんかどっか張りが出たり、違和感出たりしたら、なるべくやめるようにしてます。やめるっていうか、それ以上ちょっと負荷はかけないようにっていうのは気をつけてますね。で、あとは、朝がどうしても体が硬いので、まあ、夜とかストレッチはするんですけど、朝、ちょっと体が動かないときは朝とかはあんまり走らないようにしてます。普段の生活の中でも走らないように、信号を急いで走ったりっていうのは、ああいうのはしないようにしてます。で、あとは、まあ本当は山とかを走ればいればいいんでしょうけど、普段はやっぱり市街地にの周りになってしまうので、その中で、うまくオリエンテリングの、トレーニングはできればと思ってて、まあ3つですよね、オリエンテリングはスプリントもやっぱり目標としてあるので、スピードトレーニングと、あと、ロング走、ロングも長い距離走らなきゃいけないで、ロング走と、あと、上りですよね、坂道走ったり、
階段走ったり、トレッドミルで傾斜つけたりっていう、その、まあ、3つを、週の中に、で、ちょっと前は1週間の中にそういう違う、スピードと、ロング系と、登り、それを、うまく1週間の中に入れてたんですけど、最近ちょっと、それ負荷が、なかなか回復が追いつかないんで、まあ、週に2回とかを、ちょっといろいろな組み合わせで入れるっていう感じがいいのかなと思ってます。ただちょっと今年に関しては、全日本までちょっと、春にちょっと故障しちゃって、ちょっとジョグ中心の、はでずっと調整してきた感じなので、そこは、またちょっと来年に向けてはいろいろ考えて、もうちょっと、走れるようにしなきゃなとは思ってます。い。はい。とはいえ、故障がありつつも、ちゃんと結果を出すべきタイミングで出した、札幌 OLC で、まず家さん、意見取得が危うかったんですけれども、そこでギリギリの状態から、もう余裕で、ランキング70位以内というところまで持ってきました。で、その後、いい走りがしばしばあって、早稲田大会のタイムですとか、まあ、この間の全日本も、手堅い走りの中で、自分のベストをするというようなところをきっちりできると思います。まあ、大会の合わせ方なんかも、教えていただけますか？何かこう、うまい鉄はあるんでしょうか？そうですね。あんまり意識してはやってないんですけど、まあ、ギリギリでしたね、意見は。でも、春に故障したときに、どうしようかと思って、で、春ちょっと3月にフルマラソン1本挑戦したいなと思って、それでちょっと負荷を上げちゃって、膝のちょっと内側をこう、いつもどっちかというと、外側の長径靭帯の方が、痛むんですけど、内側故障したことがなくて、これなんだろうなっていう、あんま軽い張りかなみたいな感じでやったら、その膝の内側っていうところで、で、その時点で、まだひどい痛みじゃなかったので、まあ、フルをもう走るっていう選択肢もあったんですけど、やっぱりそこで、もう完全に痛めちゃうと、全日本に間に合わないので、そこでもう3週間完全に休もうって決めまして、で、それは全日本に間に合うようにってことですね。で、そこから、かなりもう4月の時点では体力的に落ちてきちゃったので、徐々に上げてって、で、ランキングレース出れるとしたら、これとこれとこれと。で、最後、札幌の大会が割と前に出たときに、いい走りができたんで、そこで最後決められればいいかなっていうところで、まあ、そこを照準にしてて、ちょうどそこで、まあ、結果が出たっていう感じですね。はい。まあ、さすがの決定力の高さですね。まあ、インカレも優勝されてますし、世界選手権も、大学3年の時に選考会通って出ていると。まあ、いう姿を見てきたものとすると、まあ、今回も決めてきたかという印象ではあったんですが、まあ、今言ったような様々な苦労があったわけですね。3週間休んだ後に、最初走り始めた時ってものすごく息が切れたり、辛くって、もうこんなことやってられるかと思ったりもしそうなんですけども、いかがですか？でも、15年間走らなかったんで、それに比べれば、3週間は、まあ、そんな長くはないかなって感じです。はい。やはりその時の苦労が生きているという言い方もできますね。そうですね。なので逆に言うと、あれですね、その休む、ブランク、15年のブランクの後は、もう大変でしたね。そうですね。そこがよく戻ったなというところなんですけれども、本当に。まあ、まさかエリートに挑戦するようになるとはもう本当に考えてなかったんで、はい。ここはまあ、はい。そうですね。うまく、嬉しかったですね。走れて。間に2005年の愛知県で行った世界選手権のコースを組んだり、オリエンテリングとの接点はあったわけですよね。
そうですね。自分も競技者としてはもう、一回、ちょっと諦めちゃったんですけども、愛知県の、そうですね、世界選手権の運営で、コース接待やらせていただいたりっていう、あって、ただそうですね、2005年ですね。で、2006年から、子供が生まれてからもう、全然オリエンテリングどころじゃなくなっちゃって、もうオリエンテリング忘れてたみたいな感じでしたね。なので2000年から、いや、ちょうどあれですよね、小泉さんが活躍し始める前だったんで、最後にね、小泉さんと茨城県でリレーを組めたのを覚えてますけど、それからずっともうちょっとオリエンテリング界がどうなってるかっていうのも本当に知らなくなっちゃったっていう感じで、帰ってきた時にはいろいろ進化して、地図もすごい進化しててびっくりしました。まあ、それはすごく楽しさもあったでしょうね。15年ぶりに帰ってきてみると。あ、そうですね。すごいいい地図で走れて、なんか本当一つ一つの尾根の形、沢の形が乗っててすごいなと思いましたよ。電子掲示できるし、ウェアはかっこよくなってるし、ああ、確かに。ブランクあると思いますよね。はい。じゃあちょっとここで、小泉さん、今、画面に映し出している全日本のコースで優勝もされてますし、あと、ちょうど、この入賞した時の、このコースを走った時の入江さんと今、小泉さん同い年じゃないでしょうか。46歳。ああ、そうですね。はい。今と、はい。というところで、今の入江さんのお話を伺っての感想も、本当に素朴な意見とか感想で結構です。質問でもいいですけども、何かありますか？そうです。まあ、46歳で、まあ、今年僕が全日本走ったとして入賞できるかと言われると、まあ、率直に言うと、まあ、少なくとも今年のコンディションではとても無理だろうなと思うので、まあ、そこはすごく尊敬をするところですね。まあ、コンディションはこの時確かに悪かったですけれども、まあ、そういう意味でベテランの強みが活かせたテレインだったのかもしれません。僕も含めて。なんですが、まあ、でもそこに持っていく自力っていうのかな、まあ、自力の、力っていうのは、まあ、僕らの世代からすると、入江さんって謎のスーパースターなんですよね。学生時代からすごく早いんですけど。突然いなくなったというか、まあ、見かけなく、僕らがいる頃にはもうすでに、まあ、ほぼ引退状態で大会には出られてなかったので、すごい天才的な人なんだろうなと勝手に想像してたんですけれども、まさにその通りで、いきなり復帰して、まあ、数年で、全日本に入賞するというような、結果を出されているので、まあ、本当にすごい人なんだなと、思ってました。はい、そあんりながととうこごろざいですね。ます。じゃあもうかなり前に戻っちゃいますけど、井筒さん、先ほどの入江さんの話を聞いて、全日本ミドルのですね、今年の話を聞いて何か感じたことはありましたか？そうですね。なんだろうな。どちらかというと、今の入江さんの あ、いい一です時よ。期なかっ別たこに、とがびっくりで。はいはい。ミドルの話じゃなくて、全般的な。あ、びっくり。あ、そう、そこがあれ、なんか名前知ってたけどいなかったんだっていうのがすごく今驚いてて。そうですね。学生って、委員会の入賞者のページなんかも、インカレプログラムで見ますし、知らないうちに頭の中に刷り込まれているような、それも何回も載ってるんで、名前だったと思うんですけれども、ああ、この20年間そういう感じだったんだって改めて知ったというところでしょうか。あ、そうですね。ああ、それは、それだけでも、そういう若手の方が多かったのなら、今回のセミナーの有意義な点の一つだったと思います。はい、じゃあ、そういう話をしているうちに、1時間経ちました。あ、そうだ、一つ、さっき言いかけた、入江さんが言いかけたので、視力の問題として、何かそれを克服するためにやっていることであったり、何かこの用具を使って補助していたりするようなことはありますか？あ、私への質問でしょうか。あ、そうですね。入江さんです、これはは。い。ですね。まあ、ここ本当に数年で悪くなりかけて、まだいろいろ、
試してて、これがいいって方法がなかなかつかめてないんですけど、試してるのは、今回はロングで、ミドルは、この裸眼でやったんですけど、ロングは、リーディングラスをつけて、さらにルーペを持って、あとはあれか、ライトを胸につけて、で、3つで対策したんですけども、それでも、ちょっとロングは地図が見えず、せっかくにのいいコースだったんですけど、ちょっとなかなか楽しめなかったっていうのところで、今後ちょっとどうしていくかなっていうところは、はい、いろいろベテランの方に教えてもらいたいっていうのも私もあります。そうですね。そちらに関しては我々は、初心者のようなものですから、長年、その用具を使い慣れている方などに教えていただけるといいですね。コース、レース途中からも見やすくなったりしませんでしたか？序盤がちょっと暗い、スタートのフラグの位置がいきなり暗い場所だったと思うんですよ。このロングのスタートは。ただ途中明るい林も通って、伐採されて、かなりこうオープンな雰囲気のある林もあったんで、その辺は読めたんだとか、その辺はその違いはありませんでした。確かにそう言われてみれば、そっか、スタートが一番暗かったんですかね。うん、なんかそんなもう、感じだと思あいのます。時点で、ちょっと今日はもうダメだな、ダメだなっていうか、ちょっと我慢、苦しいレースになるなっていう覚悟しちゃって、ですけど、確かにまあ、そうですね。でもちょっとやっぱり最後は、小泉さんの精神力を問うっていうところもありましたけど、ちょっとそういうところでやっぱり時間が長くなって、なかなか集中力も保てなくなってしまったかなと思います。ああ、そうですね。目も疲れやすくなるんで、その、レース終盤、ロングだとしょぼしょぼしてきたりしますよね。ですね。でもリズムが全然作れないっていうのがありますよね。走りながら読めないので、もう地図読むときに止まるしかないと。で、止まって、目凝らして、眼鏡とかもちょっとね、使い慣れてないんでずれてるんで、こう直してみて、また走り出してっていうんで、ちょっと全然ミドルと、もうオリエンテリングのリズム自体が作れなくて、なかなか辛かったですね。そうですね。まあ、私も暗かったんで、この明るい方に、ルートとして逃げましたからね、こっちの方に回って、で、まあ、こちらも、こう道ですし、明るさを求めるんだったら、この下回りという手もあったのかな、というように、思ったり、後から思ったんですが、これはタックもそんな難しくないですね。はい、でもまあ、多そ分、こは、あ、はいはい。明るさの部分はでもなんか用具でなんとかなる気がしますね。ちょっと、はい。はい、ありがとうございます。はい。では、まあ、そんな、いろいろなお話が出てきたところだったんですが、10時を過ぎましたので、質問の時間に移りたいと思います。チャットでもいいですし、直接声を出していただいても構わないですが、いかがでしょうか。チャットには田中さんからおお。コメントが入ってますよ。あ、コメントですね。読み上げますね。2016年6月の東大オイル系大会、M21A で、4位だった田中さん。当時お名前だけ聞いたことのあった入江選手が、結局はタッチ金を通過して失格になっているんだけれども、4位相当のタイムだったことに、驚きを覚えています。まあ、もう、ベテランの、44歳なのかな？ 43 歳ぐらいの時に、まあ、中年の選手だし、かつ、その名前知ってるけれども、知らない、実際見たことがなかったりとか出てきたしという驚きでしょうかね。よく覚えてますね。ちょうそうどですね。21A に出たいなっていうのは、初めて21A に出た時ですね。で、21A 走れたとので、自分もなんか自分ですごい感動しちゃったとこが覚えてますね。8年前ですかね、2016年。この頃はまだそんなにオリエンテリング、頻繁には出てなくて、年に2、3回ぐらいしか出てなかったんですけど、次の年に下の子が小学校入ってからだいぶ参加できるようになりましたね。なるほど。そういう生活環境との、
兼ね合い、折り合いというのもあるわけですね。なみに、2016年の3月のリレーで松田さんに誘ってもらったんですかね、それ。ああ、インカレの併設大会。その1年前かな。あ、いや、2006年の3月か。まあ、それが、復帰をした、大きなきっかけになった大会ですけど、ああ、そうでしたか。インカレの併設に、同期で、出ましょうかっていう松田さんから誘ってもはいはいはい。らって、それで、本当に ね、ずっと10年以上走ってなかったですけども、出て、で、まあ、それからやり始まったっていう感じですね。うん、そうですね。そうなると復帰してそろそろ10年近くなってきたと。そうですね。ただ、まあ、最初の1、2年はちょっと、本当に年に1、2回だったんで、ははは。はい、本格的にやり始めてから、そうですね、まあ、8年とか、そんくらいですかね。だいぶ、でも、学生、現役の時はなんか4年ぐらいしかですね、ちゃんとやってなかったんで、それにのも、でも、倍ぐらいやってるんですね。はは。そうやればそうなりますね。はい。結構そうですね。40過ぎてからの1年1年は短く感じますよね。ですね。さっきの東大大会も、うん、あれもう8年前なんだと、結構、改めて知って、こちらも、感慨にふけってます。田中さん、ありがとうございました。お、チャットに何か入っているので、はあはあ、今の国内、海外の目標は、入江さんにでは、標高の中にも目標を聞くというのがありますので、聞いてみたいと思います。まあ、名前言っていいですよね。小暮さん、まあ、入江さんも知り合いだとは思うんですけども、今後の国内での大会、あるいは海外での大会、マスターズに出られたりしてますかね。海外の大会も、もうその復帰後は走られてるんですけれども、目標を教えてください。はい、そうですね。海外は今、すごい目標にしてまして、まあ、やっぱり国内だと、もう全日本ね、走ってもなかなかトップ選手と競い合えないですけれども、それはやっぱり自分にとっても、そうね、やっぱり全日本の舞台で本当は競いたかったっていうのは。で、本当に松澤さんと一緒にね、学生で走ってた頃は、その頃は村越さんがまだ15連覇中で、で、ちょうどあれですかね、私が初めて本当に1回だけ全日本出たので、鹿島田さんが勝ってっていうところで、本当にツートップが村越、鹿島田っていう大きな目標があって、で、村越さん、鹿島田さんを超えたいっていうのが、ずっと思ってて、だからそれがもう、ちょっと達成できなくなってしまったっていうのが、やっぱり、なんですかね、心の声とか、まあ、ちょっとやっぱりやり残しちゃったっていう感は、ずっとあって、で、まあ、オリンピックやってない間はね、そういうのか、あんま考えないようにしてたんですけど、やっぱり復帰すると、やっぱりその思いがまた強くなって、で、やっぱり松田さんも3回も全日本勝ってっていうところで、で、なかなかやっぱり復帰して45だと、その目標っていうのはもう現実的じゃないというのがあって、で、また今の本当に若い選手の活躍っていうのが、ね、すごくて、まあ、今回の全日本で、まあ、勝った伊藤さん、小牧さんもそうですけど、それだけじゃなくて、やっぱり若い選手たち、それに並ぶような、あるいはレースによってはそれを超えるようなパフォーマンスを出してきて、やっぱそういうところでね、競えたら楽しいだろうなってあったけど、なかなかそういうの競えないので、やっぱりじゃあ、今、目標にできるっていうのは、世界の同世代の世界の人たちと競って、まあ、マスターズといえば、あれで、まあ、メダル、去年、まあ、運よく M50 で銅メダル
取れましたけれども、まあ、なかなかね、1回っていうのは、まあ、その時の、運によってっていうのもあるので、まあ、きちんと、本当に狙って取れるようなぐらいまで、行きたいなっていうのは、今の目標ですね。はい。ワールドマスターズ日本開催もありますよね。そうですね。ちょうど、M55 になる年に、開催していただけるっていうのは、すごい、まあ、目標、最大の今の目標になってますね。はい。あ、ちょうどいい。そうですね。タイミングですし。はい。しっかりとやっぱり目標を持ってらっしゃるっていう、そこが、素晴らしいですよね。どうしても、一回一回の大会を、出て、その時々で楽しめればいい。で、なかなか、年齢的なものであったり、あるいは社会環境であったりして、モチベーションの継続って難しかったり、計画した通りにうまくいかなかったりするんで、長期的計画が立てにくい、中期的、長期的目標が持ちにくい世代だと思うんですけど、そこしっかり出されてるっていうのが素晴らしいですね。そうですね。なので、国内で若い選手と競うってことが、海外に行ったときに、同年代のトップ選手との、パフォーマンスの差っていうのを、確認する、いい指標にもなりますんで、そういう意味では、1回1回の国内の 2HA とかの大会を、マスターズの本番のレースのような感じで、最近は臨んでます。それは素晴らしい心構えですね。はい。じゃあ、まだ質問があるので続けていきたいと思います。では、まあ、名前言っていいですかね。丸井さんが、理恵さんと松田さんと大谷の同期で学生時代、お互いをどのように接されていたのでしょうか。まあ、これは、おっさん同士の会話になっちゃうんで、ちょっと一回中締めをした後の、後半、第2部みたいな話、ところで話すとしまして、次の皆川美子さんからの質問です。復帰された時には、復帰時には、オリエンテの技術的なブランクは感じませんでしたか？技術レベルを戻す、高めるためにしたこと。皆川さん自身ですと、そんなに離れちゃうと、感覚鈍ってしまいそうだ、自信がなくなりそうだという意味を込めてのご質問なんですが、技術的な部分どうでしたか？ああ、確かに、ありましたね。一番最初に出たレース、先ほどね、復帰したときに、松田さんとリレー組んだっていうのがあったんですけど、その1ヶ月前にちょっと練習で、2月に早稲田大会があったのかな、千葉で。そこ行ったら、なんかもう、とんでもないミスばっかりしてて、これはダメだと思って、なんか地図、フィジカルは戻すの大変だけども、地図は読めるようになるかなって、なんとなく思ってたら、全然そんなことなくて、技術も全然、あれ、元に戻っちゃったんだなっていうのは、その時痛感しましたね。で、ただやっぱり、フィジカル戻す方が辛いので、勝ったので、それに比べれば、まあ、技術は、それと一緒に、戻してけたのかなと、フィジカルの方がまだ辛かったのかなって気がします。ただ、技術もまだ、あれですね、まだまだ変なミス、若い時と変わらないようなミスをいっぱいするので、まだまだ高めていかないと、目標は達成できないと思います。戻りきってもないというところですかね。一番あった頃に比べたら。そうですね。昔の方がなんかちょっと、迷いみたいのがなくて、いろいろ突っ込むっていうかね、判断が昔の方が早かった気はしますね。それはまあ年なのかもしれないですけど。一個一個の手続きというより、その速く走るためのお発想ですとか、技術、そのあたりですかね。そうですね。ちょっとワンテンポ遅れちゃうっていうのは感じますね。まあ、そこは年齢的な反応の遅れなんかもあるかもしれませんけれども、でもまあ、高められるものなら高めていきたいですよね。はい、ご質問ありがとうございました。また、別の質問が来ております。2019年夏の
お、ASJYOC、アスヨック、ペース大会最終日。これ、清里の大会ですかね。チェイシングで入江さんと直接対決した方が、からですが、足に切れ味があった。復帰にあたってフィジカル面で苦労したことがあれば教えてください。ああ、菅谷博さんと競い合ったの、この大会よく覚えてますね。最後の最後まで競い合って。そうはですい。ね。菅谷博さんからの質問です。はい。フィジカル面では、そうですね。やっぱり、なかなか若い時のようには、若い時だとなんか、ちょっと頑張れば、3ヶ月ぐらい走り込めばすぐ結果が出るというかね、強くなるというのは実感できるとは思うんですけど、なかなかそうではなかったというところはあるのと、あとやっぱり故障したときに治りがなかなか遅いので、昔だったら2週間ぐらいちょっとジョグで済ませれば治っちゃうなっていうのが。ないので、どこまでやっていいのかっていうところが難しいなっていう、そこを超えないようにでもできるだけ、今できる、トレーニング効果を高めるっていう限界がどこら辺なのかっていうのがなかなか難しいですよね。今の模索中というところですかね。そうですね。はい。まあ逆にそこちょっと失敗しちゃって、今シーズントレーニング不足になっちゃったっていう。あります。園谷さんからもう一つ、疲労回復面で工夫したことがあればという質問が来ています。そうですね。まあ、休む時は、トレーニングの計画で、この日は、もう疲労を抜くぞって時はしっかり休んで、っていうところですかね。あとは、睡眠はできるだけ、確保し、睡眠時間を確保したいなとか、湯船に浸かりたいなとか、そうですね、アスリートとして、皆さんやってるようなところは意識してるのと、あとは栄養とか、あれですかね。アミノ酸が補給したりとか、いろいろ 試してはいるんですけど なかなか疲労が抜けないっていうのは困りますね。あと、あれか、今、週に1回針ちょっと打ってもらって、それで筋肉の針は取るようにっていうのはしてます。やはりプロの施術を受けたりはしてるわけですね。そうですね。自分で行うストレッチやマッサージなどはいかがですか？そうですね。体が硬いんで、そこをちゃんとやんなきゃいけないんですけど、寝る前にちょっとストレッチしたりとか、暇があった時にさすったりとか、よく松田さんやってますよね。っていうのがですかね。私は一時期40分間のストレッチが日課で、で、それは数年間続けたんですけれども、やはりそれ聞いてたのかなという気がします。ちょっと生活環境が変わって、そこをサボり気味で、そうやってこの固まった時間じゃなくて、隙間隙間にやっていたり、このおっしゃるように、ちょっと体をさすること、マッサージは、折に触れてやってるんですけれども、もうちょっと、痛みが、先ほども言ったんですけれども、足の痛みがこの夏出たので、そこをもうちょっと近いやんなきゃと言って、またやり始めかけているっていうところですね。はい。はい。では、そろそろ時間になってきましたが、よろしいでしょうか。先ほど言いましたように、一旦その終わりの挨拶をいたしまして、続きの話を、先ほどの丸井さんの質問のところからしようかなと、の回答からしようかなと思うんですけども、皆さん、よろしいでしょうか。
はい。じゃあ、改めまして、入江さん、今日は本当にありがとうございました。とうございました。はい。小泉さん、井筒さんもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。